ただいまから令和6年春の全国交通安全運動出発式を開式いたします。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日の司会は高森警察署交通係の森が行わせていただきます。開式に先立ちまして交通安全関係団体功労者表彰を行います。表彰を受けられる宮子様、イーボス様、川北生コンクリート工業株式会社阿蘇工場様、前にお願いいたします。交通安全協会功労者表彰を受賞される宮子真一様、前にお願いします。表彰状、宮子真一様、あなたは多年にわたり交通事故防止のため尽力し交通秩序の確立に多大の貢献をされました。よって全国春の全国交通安全運動にあたりその功労をたたえ表彰します。令和6年2月16日熊本県警察本部長宮内明久、一般社団法人熊本県交通安全協会長与那和義明代読です。おめでとうございます。交通安全運転者管理者等協議会有料安全運転管理者表彰を受賞される飯星信行様、前にお願いします。表彰状、飯星信行様、あなたは多年にわたり事業所における安全運転管理者業務に精励し交通安全の確保に尽力されました。その業績は他の模範であります。よってここに記念品を送り表彰します。令和6年3月7日熊本県警察本部長熊本県安全運転管理者等協議会会長川辺慶泉代読です。おめでとうございます。交通安全運転管理者等協議会有料事業者表彰を受賞される川北生コンクリート工業株式会社阿蘇工場様、前にお願いします。表彰状、川北生コンクリート工業株式会社阿蘇工場殿、非事業所は企業における安全運転の重要性を深く認識され安全運転管理者対策を積極的に推進されるなど交通事故の防止に尽くされました。よってその功績を称え、ここに記念品を送り表彰します。令和6年3月7日熊本県警察本部長熊本県安全運転管理者等協議会会長川辺慶泉代読です。おめでとうございます。南部地区交通安全協会長大塚博則様に挨拶をお願いします。皆さん、おはようございます。この雨の中、このようにたくさんの人たちにおいでいただきまして出発ができますことを心より、お礼を申し上げます。また、先ほどの表彰を受けられました3名の方、心からお祝いを申し上げます。明日6日から15日までが令和6年度の春の交通安全運動の10日間の活動でございます。今日は1日早くですね、出発式を行っておりますが、ひょっとして、明日が雨かもしれんというところで1日前を、早めにしましたけれども、やはり雨が降ってどっかに、雨男がおるのかなと思っております。安全運動の重点目標は、昨年とほとんど変わっておりません。子どもと高齢者の事故防止、それと新たにできました自転車のヘルメットの着用、依然として、少なくなりません飲酒運転の撲滅、
そういう項目が重点目標となっております。ただここ阿蘇南部地区はそれと併用して、まずは歩行者が安全に道路を横断できるような活動をしていきたいと思っております。横断歩道は皆さん運転中ですね、白いひし形のマークが道路にあります。それはこの先横断歩道がありますよという前置きの印でございますので、それを運転しながら見たら横断歩道が近いという気持ちで徐行をスピードを緩めて、また人が横断をされるのかなというしっかり確認をしてですね、運転をしてほしいと思っております。皆さんが思いやりがあり、ゆとりのある運転をされるドライバーの方に、心からそういう運転をしてくださいという気持ちを伝えていきたいと思っております。我々安全協会約200数十名おりますけれども、一丸となってこの10日間頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。皆さんおはようございます。高森警察署長の村田でございます。令和6年春の全国安全交通安全運動出発式を開催するにあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。まずは受賞されました宮子様、飯越様、川北生コンクリート工業株式会社阿蘇工場様、この度は誠におめでとうございます。今後とも南阿蘇地域の交通安全活動にご協力のほどお願い申し上げます。さて、皆様方には大変ご多忙のところ、出発式にご出席いただき厚く御礼申し上げます。また平素から警察業務に対して深いご理解とご協力をいただいておりますことを重ねて感謝申し上げます。さて、本年の熊本県下の交通事故情勢を見ますと、発生件数、負傷者数ともに減少しているものの、昨年中は37名、今年中は3月末現在ですでに14名もの尊い命が失われております。重大事故の多くは横断中の歩行者の見落とし等が原因であるものが多く、犠牲者のうち実に 40% が歩行者となっています。そのためドライバーには歩行者優先意識を改めて認識していただく必要があると考えており、特に管内ドライバーの方にはこの地域を観光で訪れる数百万のドライバーの模範となっていただきたいと思っております。一方、歩行者に対しても乱横断をしない、車両の前後を横断しないなどの基本的なマナーを徹底させる必要があります。このような中、令和6年春の全国交通安全運動を迎えるわけですが、今回の運動においては前回打ち出しました通り、横断歩道での手前運動の浸透に主眼を置き、徹底した歩行者横断妨害の取り締まり、幅広い広報活動、道路管理者と連携した施設整備を行ってまいりたいと考えております。どうか皆様にはこのような趣旨をご理解いただき、引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げます。終わりに、今回の運動で大きな成果が得られますとともに、皆様方のますますのご健勝を記念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。以上です。助け高森警察署長に注目、高森町長に注目、おはようございます。大塚会長、そして署長の方からですね、ご挨拶があった通りでございます。毎年毎年の春の交通安全運動の出発式ということで、日頃よりですね、署員の皆様、そして地域でですね、この活動をずっと続けていただいている皆さん、そして、特にですね、今回表彰を受けられた皆様ですね、本当に町といたしまして、また村といたしまして、南阿蘇地域を代表してお礼を申し上げたいというふうに思います。キラ村長もご参加の予定でしたが、今日は保育園の入園式等々がですね、重なっておりますので、私が代表して、ご挨拶を述べさせていただきたいと思います。お話が重複しても仕方がありませんので、実はこの高森駅が、この3月末で完成し、あと少し舗装の工事がですね、7月末で完成して、
大変入り込みが熊本地震前よりもこの車で入ってこられる方が約 1.5 倍以上増えているのが事実でございます。まあ、そういう中また桜道といって花見の防災道路もですね、これ去年だけでも10万人超えてますので、まあ、今年これから仮に天候の次第だと思いますが、まあ、相当の来庁者が見込まれるのではないかなというふうに思っております。まあ、そういう中でのこの交通安全週間ですので、ぜひとも日頃以上のですねご協力ご理解をいただいて活動していただければ、町としても村としても大変ありがたいわけでございます。まあ、この駅がですね約10億円かかりました。で、国の補助金とあと全額ふるさと納税と企業版ふるさと納税とクラウドファンディングで、実は高森町のお金は1円も使っておりません。ですので、今後このもちろん防犯協会としての施策もそうですが、やはりこの駅に非常に来庁者が来られるということで、交通安全対策もですねしっかり不足しているところはやっていきたいというふうに思っておりますし、美化対策と同時にやっていきたいと思います。無電柱化で電柱がほとんどなくなります。大変ですね、町民の皆様、また村民の皆様、住民の皆様にですね、ご迷惑をおかけいたしておりますが、もうしばらくお待ちいただければ大変立派な景観になるのではないか、もしくはそのことがですね交通安全だったり防犯の防止につながっていけば、幸いではないかなというふうに思っております。本日から15日までどうぞそれぞれ大変予定あられると思いますが、最後までよろしくお願いを申し上げまして、ご挨拶と返させていただきます。よろしくお願いいたします。終わります。気をつけ。高森町長に注目。交通安全宣言。私たちは交通事故に遭わない、交通事故を起こさないよう次のことを宣言します。一つ、運転するときは安全な速度を守りスロードライブに努めます。一つ、横断歩道で歩行者がいる場合は必ず一時停止して手前運動を実践し、歩行者を優先します。一つ、マナーと思いやりのある運転で、交通安全の向上に努めます。以上、令和6年春の全国交通安全運動出発式にあたり宣言します。オクロック熊本歌劇団、上琴恵、江本日和、これより街頭活動に出発します。乗車。
皆さんこんにちは。高森工事中、高森駅今週の現場のお時間です。私インタビュアーの石島です。よろしくお願いします。この番組は現在工事中の高森駅について最新の様子をお届けする情報発信番組です。毎回駅の設計管理を行う私石島が関係者にお話を伺い、どんな駅になっていくのか、今一体何の工事中なのかというのを街の皆さんに発信していく番組になっています。今回は第5回目ということですね。約1年2ヶ月ぶりになってしまいましたが、完成まもなく完成となろうタイミングでですね、街の皆さんに情報をお届けしたいと思っております。で、まあ、このタイミングだからこそですね、ちょっと聞けるお話もあるかなと思いますので、お話を聞いていこうかと思います。では、本日のゲストの、林さんです。よろしくお願いします。こんにちは、林です。よろしくお願いします。林さんはですね、外構の設計の方をご担当いただいております。岡山県生まれで96年武蔵野美術大学の大学院を、ご卒業されています。その後はですね、デンマークの王立アカデミー建築学校ランドスケープコースに在籍しており、その後、現地のランドスケープ事務所で、勤務されていたということですね。で、2009年から、現在のリュースニングという事務所を設立されて、活動してらっしゃいます。趣味は水泳とお聞きしましたね。はい、去年ぐらいから始めてすごいハマってます。はい、どうですか、結構こう大人になってから水泳を習うっていうのはなんかあまり聞かないんですが、楽しく、そうですね、もう上達しか伸びしろしかないということでなるほど、楽しそうですねはい、はい、頑張ってます。じゃあそんな林さんに今日はお話を伺っていきたいと思います。はい、ちょっと場所変わりまして、少し、北側の建物の前に今やってまいりました。林さん の簡単な略歴はご紹介差し上げたんですが、まあ、その中で外構設計だとかランドスケープデザインだとかって言葉がちょっと出てきたんですが、街の皆さんにちょっとあまり馴染みのないワードかなというふうに思いますのでちょっと外構設計ランドスケープデザインって一体どんなお仕事なのかお聞きしてもいいですか。まあ、ランドスケープっていうのが、はい、まあ、景観っていう意味の英語なので、うんうん、まあ、景観をデザインするということなんですけど、うんうん、はい、日本でいうと、まあ、造園家、造園設計、はい、外の、デザインをするということなんですが、うん、はい、まあ、建築の配置計画だとか、はい、まあ、庭作りとかこういう駅とか、うんうん、港の湾岸だとか、あ、まあ、デンマーク時代ではそういうのもすごく多かったですし、うんうん、ちっちゃい個人邸みたいなものもやったりもします。うん、こう大きな施設から小さな個人宅までもう景観にこう関わるところはもうかなりこう総括的に設計をされるお仕事ということですね。はい、はいはい、いや、そんな、まあ、景観ランドスケープをこうデザインされている林さんから見てですね、こう高森のこの景観こう印象というのはどうですか。いや、もうそれは言わずと知れたですね、はい、この世界遺産になるような、うんうん、やっぱ雄大な景色っていうのが初めて来させていただいた時から、うんうん、もう感銘を受けて、はい、楽しい現場っていう感じです。なるほど、はいはい、ありがとうございます。まあ、その印象も踏まえて、はい、駅の設計をしていただいたということだと思うんですが、はい、その新しいこの、高森駅、はい、まあ、どんなポイントをこう踏まえてこう設計をされたのか、どういう設計をしているのかと、ちょっと簡単にご説明いただいていいですか。はい、まあ、高森駅っていうのはこう南北にすごく長いプラットフォームを持って、うんうん、それでヌーブの太田さんと石島さんと、はい、その駅舎をと、交流施設を囲むように今回は回路軒下空間 がたっぷりあるので、はい、そこにこう様々なベンチ、はい、座れる場所を作っていろいろな方がこう居場所になるような自由な使い方ができる、はい、設計を、まあ、志したっていうところがあります。うん、なんか我々もこう設計管理をしながらねちょっとベンチに座ったりしましたけど、そうですね、まあ、最高の、ね、はい、景色ですよねはい、で、まあ、それこそそのランドスケープこの景色であったりとか、それからこの西に沈んでいく夕日、うん、まあ、お祭りの時はね花火の観客席にもなるような、そうですね、そういうこうおおらかなね、はい、広場になってますよね。はい、はい、で例えば今は広場のお話をしていただきましたが、はい、植物
とかのこの、はい、についてはどういうふうなお考えで。そうですね、あの高森のあの町のスローガンが野の花と風香る、はい、里ということで、はい、その阿蘇のそのカルデラのその草原の野草がやはりあの特色があるなということで、あの何個かこう散りばめて、あの高木の下にですね、あの阿蘇の草原のちょっと代表する花、あと高森のあの町の花のヒメユリだとか、はい、オミナエシだとか、うんうん、そういったものを、ちょこちょこ高森の玄関口としてなんかふさわしいようなものも配置をしています、うんうん、はい、でそれはあのグラウンドデザイン時にあの町の地元の方のご意見などを伺って、うんうん、それを参考にさせていただいてちょっと設計に取り入れたりもしています。なるほど、まあ、その植生、特徴的なこう植物っていうのをこう取り入れた設計をこうしているってことですね。はい、あとはあのこの今芝生の広場の中に、まあ、後ろにもありますが、はい、これ山桜ですね、はい、こういったあの木がありますが、はい、これはワークショップなどでということでした。そうですね、はい、あの住民の方のご意見とあとあの芝生の広場にもちょっと木陰があった方がいいということで、うんうん、であのこの大きい高木もですね、あの高森町にはたくさんあの造園のあの屋さんの圃場もあるので、うん、そういう方と一緒に共同ができたので、はい、そこからあのいい樹種をあの選んで、植えています、はい、うん、とても綺麗な木ばっかりですので、はい、これからの季節皆さんにも楽しんでいただけそうです、ね、もうちょっとつぼみが膨らんできてます、ね、きてますね、はい、はい、であの最後にですね、あの皆さんインタビューする人にはあのご自身でこう完成した後駅をどういうふうに使いたいかというですね、はい、すごいアバウトな質問をしているんですけれども、はい、林さんこう完成後、まあ、まもなく完成になりますが、はい、そうですね、先ほども言ったようにこういろんな座れる場所だとか、うんうん、この芝生の広場にもこうピクニックシートを広げてあの使ってもらいたいなと思っているので、はい、そういうあの町の方々がこう自由にあのそれぞれの居場所を見つけてなんかあの待ち合わせだとか学生さんがこう喋ってたりとか、うん、そういう風景日常の風景を見られるのがすごい楽しみにしているっていうことですね、うんうん、なるほど、はい、まあ、自分が、まあ、したいそこに参加したいっていうのももちろんですけど実際にこれから人が使っていく様子もね見ていきたいということですね。そういうことです、はい今のちょうど3月の末ですからまだあの植物たち、はい、まあ、こう芽吹いてくる頃ですが、うん、まあ、これからどんどん緑が、ね、濃くなってきて、皆さんがこう使い始めるタイミングにはですねもっとこう勢いのある緑も見られると思いますのでぜひ楽しみにしていただければと思います、はい、では本日のゲスト、ランドスケープ外構設計をいただきました、林さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。で次回はですね、建築全体を設計しました、弊社の太田に、駅全体をちょっと簡単にですね案内をして、まあ、どういう思いで設計してどういうふうにこう考えてきたのかというところをちょっと簡単に解説をいただこうと思っておりますのでそちらもお楽しみにしていただければと思います。では本日はありがとうございました。
大事大事。指輪。うん。うん。あ、よか指輪。それも外して見せちゃうよ。見せない。指輪全部。もう見せるだけだ。はいはいはい。こう。な？うん。ガキャンが。ネックレスが3つ。はい。そして指輪が2つ。で、合計のね、3000円で買い取らせて。なんか違うもんね。これは、これはできる。これはできる。これはできる。あのもう金はほらこう。そばでした。それできんじゃん。それできんじゃん。いえいえ、どういたしまして。ありがとうございました。お邪魔しました。あとこれ持ってこない。すいません。はいはい。そばで。はいはい。そばで。まあ、しょうがねえ。おろしきます。しょうがねえ。以上。高野さんは。どうした昨日ね、うん、あの配当センターちょっと来てかって、はいはい、プロギャーも持っていてもらったけど、うん、指輪をしとったろ、はいはい、そういったところが指輪貴金属をしっかり持って見せ言ってかって、うん、そうしたところがあってみんな持って貼っていてしまわせたかった3000円としか置いて。お母さんはとにかく落ち着いて、うん、あの一回出なきゃいけからね。ああそう、うん、そんな頼むけね。ほらほら、はあ、どうなんだろう。ひろこがね、あの役場電話しといて、うん、入った時は貸してもらうから、ごましばらくして娘のひろちゃんから電話がかかってきました。心配せんでもいいよ、うん、今ね、うん、役場の方に電話かけてね、うん、お願いしたから。あ、そうで、役場から来ていろいろ相談に乗ってくれるって。はあ、よかったよかったね。幸い早めに手を打って解決しましたが、こんなことは誰でもが起こり得ることです。こんな時はどうすればよかったのでしょうか。一つ、相手はとても口が上手です。騙されますのできっぱり断りましょう、うん、一つ、断りにくかったら電話を切りましょう。一つ、知らない人は絶対家に入れてはいけません。80歳、主人は太郎、85歳。あ、それまで今ちょっとあの体が悪くしてから入院しております。高森様はお二人暮らしですか。子供様はいらっしゃる。お近くのコンビニに行かれて ATM で確認してもらえますか。 ATM なんて知らないこと言うちゃっては私は白蘭本当にね、どう私もわからんとでして抜けたのそうなんです。あ、今ちょっとですね、やっぱり人がこの電話の向こうになるけ、はい、ちょっと変わってへんよ。はい、お金がですね、役場からですね、返ってくるっていうのがあって、そしてここにいてからですね、はい、このカードが入れてから、はい、になるまでよう分からんけ、ちょっと電話に出て、はいはいよ、はい、あ、もしもし、あ、電話が切れましたよ。電話が、え、何ですか、おかしいとなったら、はい、詐欺じゃなかったですか。詐欺でした。いろいろ言葉たくみにいろいろなんか会社カードホテルとかなんかいろいろ言ったでしょ。はい、あ、詐欺ですよ。詐欺な、おかげでみんな騙されてすぎました。ありがとうございました。坂本さんは詐欺に遭われて詐欺ました。アドバイザーとして役場職員が ATM などの操作をお願いすることは絶対にありません。 ATM を操作してお金を振り込んでもらうことはできません。また町民の皆様の所在構成や銀行口座の番号などの個人情報をいきなり電話でお伺いすることもありません。何年か前乗ったじゃね。歩かなね、足がね、あれだ。
歌が九十九曲だったです、私たちは小学校の時。あそうか。あ、そうなんですか。そうですよ。九十九曲に登りきてだった、確か。確かにね、そうやった歌がね。猫が、うんぬん、見渡せば、なんかこんな歌だった、私は。遠足気分ですね。遠足気分ですね。昔は元気で昔は近道の選手をちょっとやりましたですもんね。ケイちゃんこのことですね。うん、山田くん。気をつけて。ね。そう、ごめん。まだこれから。あ、もう一人は福岡。あの写真撮っていただいたのが国の包括支援センターの職員さん。あ、お休みでカメラ撮るのが趣味、ね、趣味だった。な、行かないかんですね。はい、行きましょうか。はい、これはいいです。私が捧げたその瞳にあなただけよとすがって泣いた。おぼな私がいけないの、二度としないわ恋なんかこれ。
瞳にまた浮かぶ捨てたあなたの面影がどうしてこんなにいじめるの二度と来ないで辛いからこれが女の道ならば坂道一筋に行けば心の火が灯る一つかむは幸せを二度と明かりを消さないでこれが女の道ならば公園の桜祭りを開会いたします。一日よろしくお願いいたします。本日はですね、たくさんのプログラムが用意されています。抽選会では倉田さんの木工製品が用意されております。最後まで楽しんでください。私たちもですね、高森の三大桜祭りと銘打ってですね、高森峠の千本桜、今流行りの四季見の桜道ですね、と倉田桜公園を
今後もですね、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。それではご来賓の方々のご挨拶を賜りたいと思います。まず三新商事株式会社取締役社長倉田正和様、お願いを申し上げます。おはようございます。皆さん今日は暇だったんですか？こんなにたくさん来ていただいて、そんなことないですよね。回覧板回していただいたりで、お誘いを受けたり、やっぱりこれは参加せなあいかんなということで、皆さんお越しいただいたんかなと感謝しております。ここができる当時からですね、今日という日をですね、私はずっとお待ちしておりました。今日お集まりの皆さんと一緒にですね、この場所で青空の下で、こういう花見ができるということをね、常に心がけておりました。今日も私自身、相撲の話じゃないですけども、記憶に残る一日になるんじゃないかと思います。皆さんどうか今日は精一杯楽しんで、一日を過ごしていただけたらありがたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さんこんにちは。今日桜祭りということでご案内ありがとうございました。私も今日ちょっと予定外でちょっと伺いました。私も最初からですね、少しだけここの公園作りに参加させていただいておりますので、なかなかご縁があるかと思って、今日は楽しみにしてまいりました。でまだ桜もちょっと見てまいりましたが、まだまだつぼみでですね、来年度ぐらいからはもうきれいにまた咲いてくるんじゃないか、そういうふうに感じております。今芝もですね、しっかりも根付いて、私が来た頃はまだ土だけだったんですが、もう一回根付いてですね、バグボールとかいろいろできるようになって、大変、良いことかと思っております。また倉田さんがですね、一生懸命もたかもり草壁のためにですね、ご寄付をいただいて、それを草壁地区の皆さんが大事に使ってですね、こういう公園を作られたと、これも高森のまた観光地の一つができたと、大変我々も喜んでおります。来年度は本当に観光客の皆さんがですね、ここの桜を見に来るのをしっかり応援して、町としてもですね、応援をするように段取りをしたいと思っております。ありがとうございます。ただいまご紹介をいただきました、この地区の活性化委員長をしておりますセリプでございます。今日はですね、桜祭り、本当に多くの皆さん出席をしていただいておりますし、また倉田社長も、大阪から駆けつけていただきました。また大変お忙しい中、議長も出席をしていただき、このようにですね、盛大に開催されますことにつきまして、お喜びを申し上げたいというふうに思います。本来ですと活性化委員会が主催になって、取り組むべきところでございますけれども、今日は地域のですね、地域福祉グループ、吉見の森クラブが、主体となって実行委員会を作って、開催ということになりました。その経緯につきましてちょっとお話をさせていただきたいというふうに思いますけれども、そこに、施設ができておりますが、この建物はですね、桜公園の芝刈り機を格納する車庫兼、倉庫でございます。これは、先月の2月の下旬にですね、業者の方と契約をいたしました。その契約の報告を、前、活性化委員長の江藤さん聞いておられますけれども、江藤さんの自宅から倉田さんに報告をしたところでございます。その時倉田さんが、今年は桜祭りやりましょうというようなことを話されましたので、はい、それじゃあ日程とが分かればまた後日連絡しますということで報告をしたところでございます。そしてちょうど江藤さんと話して、今回は、活性化委員会で取り組むところでございますけれども、活性化委員会の、事業計画にも挙げておりませんし、予算措置もしておりませんし、また緊急に活性化委員会への
総会を開催し実行委員会を立ち上げ開催するということになれば日程的にもですね、かなり無理があるということで、それじゃあどこかの別のグループか団体にお願いしようということになりまして、最終的にはただ今言いました草壁の、吉野里クラブにお願いすることになりました。私もその吉見クラブの一員でございますけれども、吉見クラブはですね、これまで、かかし祭りやら、それからウォーキング大会、それにどんどやとも開催をしていただいておりますし、昨年の暮れには、吉見森クラブの、忘年会には、倉田所長もですね、こういうところからおいでいただきまして、盛大に開催したと、そういった経緯もありました関係上、吉見森クラブが引き受けていただくことになりました。吉見の森クラブは非常にですね、まとまんのいいクラブでございまして、引き受けるということが決定されましたら、それじゃあもう期日も3月30日11時からしよう、そして、今日の料理のメニューはどれとどれとどれをしよう、またその材料はどういったふうに調査しようとか、またあの音響設備は誰にしよう、また司会は誰にしようとか、もうすぐに決定をしていただきました。またあのクラブの会員の男の方はですね、昨日から、して今朝も早くからですね、この会場設営に当たっていただきましたし、またあの女性の方は今朝も早くから料理に腕を振るっていただいたというようなことでございます。まあそういったことで、今日はですね、そういったあの吉見の森クラブのおもてなしの心を十分に味わっていただきたいというふうに思いますし、またあの女性の方が心を込めて作った料理もしっかりと味わっていただきたいというふうに思います。またあの飲み物の方もですね、倉田社長から、高松の名酒、霊山の樽酒が準備してありますし、またあの日本の名酒久保田もですね、たっぷりと、準備をしてありますので、どうかの料理を食べながらお酒を飲みながら今日一日おこわそ草壁の、春の一日をですね、この桜祭りで大いに楽しんでいただきたいというふうに思います。私がせーのと申し上げますから、よいしょで一つ鏡の方お願いをいたしたいと思います。さあ行きます、せーの、はい、開かれました、ありがとうございました、乾杯。ママそっくりだからどうするとねえ、お母さん、ウィングス。いや、想像以上のもんでしたですね。まあこういうあの桜祭りをしたいというのはずっと思っていたんですけど、まあこういう青空の下で、でこれだけのたくさんの方がねご参加いただいた、もうこれは、嬉しさ以外に何もないです。まあこうなることをね願ってはおったんですけど、やっぱり願ったものが叶えられるということはねありませんの、ね、心配はしておりましたけど、今日は皆さんの方に声をかけていただいて喜んでおられる、まあこれが一番のありがたいことです。Thank you.
ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんの歌とステージにやってまいりました。いよいよ余興もこの担当節最後でございます。ご協力本当にありがとうございます。あなたを見た君さんと見れば綺麗口上手うれしがらせを言うけれど花祭りができたと思っております。
もう今日の参加者がですね170名ほどというような話です。私たちも執行部としても大変喜んでいる次第でございます。まあこれがいつまでできるかは分かりませんけれどもです、ね、こういう花見がですね、できるように今後も皆さん方の協力を得ながらですね、過ごしていきたいなと思っておりますので、今後ともどうぞよろしく。はい、皆様、お疲れでございました。今日は非常にですね天候に恵まれまして、午後に少し風が出ましたけども、雨も降る気配もなく、非常に素晴らしい花見ができたと思います。これを最後にですね閉会といたします。どうぞ皆さんありがとうございました。並んでくださいね。並んでるよ。番号があったら番号にください。番号のない人は外れです。何かに気に入られたところが、ありがとう。はい、3番はい、向こう行ってください。残念でした。違います。これは違います。これは違います。外れ。この中に55番お願いします。はい、59お願いします。そこだと72番お願いします。82だって。皆さん大変賑やかな抽選会場になりました。あとは1時間待ちじゃないでしょうか。72番お願いします。たくさんのステージがございました。たくさん賑わってまいりましたけれども、どういった4人を残しながら抽選会、せーの、頑張って、頑張ってください。はい、番号がありますので、外れの人は、外れの人は言ってください。これは捨てていいんで。残念はどうするんですか。そこに置いておくの。観光民の方は1時間待ちじゃないでしょうか。TPC をご覧の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。週刊情報高森のお時間です。新年度になったばかりのように感じてましたが、もう4月も後半に帰ってきましたね。実は私風邪をひいておりまして、もう治りかけなんですけども、ちょっと鼻声でお聞き苦しいかとは思いますが、ご了承ください。それでは隣に座っています今日のゲスト、今週のゲストはですね、4月から TPC に地域おこし協力隊として働いている小野勇くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、小野くん、ちょっと視聴者の方にご挨拶をお願いします。はい、大分県から来ました地域おこし協力隊の小野勇です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、4月でね、もう後半ぐらいなんですけども、まだ働いて数週間しか経っていないのにですよ、テレビに出させられまして、はい、どうですか、緊張してますか。はい、緊張してます。先日ですね、最初に、うちの浜崎くんも出させていただいたんですけども、一緒に入ってきた小野くんです。どうぞよろしくお願いします。はい、小野くんは中学生の時に高森で過ごされたんですよね。はい、高森で過ごしました。高森中学校です。中学校にいたということで、
剣道をね、はい、されてたんですよね、はい、どうですか、やっぱりもう高森はもうその期間3年間いたということなので、もしかしたら私よりも高森詳しいかもしれないですね剣道ばっかりしてた、はい、ということなので、あの街で見かけたら声かけしていただきたいと思います。小野くんですね、まだ慣れていないのでうまく話ができるか分かりませんが、温かい目で見てあげてください。はい、それでは今週の話題に行きます。今週の話題は2件です。どうぞご覧ください。
最初は猫岳の春を見ていただきました。今年はですね、桜の時期にお天気の悪い日が続いて青空と桜を撮ることがちょっとできなかったんですけども、桜ってどんなお天気でも綺麗ですよね。今年も桜道にキッチンカーが来て賑わっていましたし、テレビで多くのメディアにですね取り上げられていました。小野くんは桜道は行ったことはありますか？いえ、桜道は行ったことはないんですが、はい、私は休日に千本桜を見に行きまして、はい、長時間桜を見たのも小学生ぶりだったんですが、はい、懐かしく感じました。あ、なるほど、はい、千本桜の方に行かれたということなんですね、はい。素敵ですね。千本桜どうでした？あ、とても綺麗で、はい、よかったです。お友達と行ったんですか？はい。じゃあ、車？はい、車。車の免許を、ね、取っておられるということなので、車でね、千本桜の方に。今回、ね、見ていただいたのが桜道なんですけども、高森の名所もね、千本桜もですね、今整備されていますので、もうそろそろまたもっと綺麗なですね、千本桜が見れるようになると思います。はい、来年もですね、桜道にも千本桜にもですね、たくさん人が集まると思います。1年先ですが、来年の桜も楽しみですね。それでは次の話題です。高森高校の入学式の様子です。
ご存知かと思いますが、海外から来られた生徒さんの保護者の皆さんはですね、やはり不安なところがあるかと思いますが、生徒たちはもっとあると思います。ですので、この熊本阿蘇高森町にですね、自らの意思で中学校3年生の生徒が高校はここに行きたいということで、自ら目指して来られたわけですので、どうぞ保護者の皆様もですね、これまで同様しっかり後押し、まあ、何と言ってもですね、話いろいろ話を聞いていただいて、そして、フォローアップバックアップをしていただきたいと思います。町と村、この南阿蘇地域の自治体2つありますが、一生懸命、みんなのですね、バックアップをこれまでもやってきましたが、もっともっとバックアップができることはやっていく、しっかりですね、そこはお約束したいというふうに思っております。最後になりましたが、今日ですね、せっかくの入学式ですので、もう皆さんも本当に、素晴らしい自分の自立したお考えをお持ちだと思いますが、私から一つだけ、ぜひですね、実践してほしいことは、やはりスピードを気にすること。何をやるにしてもスピードがすごく大事です。スピードは最大の付加価値を生みます。スピードは最大の付加価値を生みますので、その付加価値こそが皆さんの本当は求めているところかもしれません。学校で学ぶこと、義務教育で学んできたことではなくて、新たなところが見えるのもやはり付加価値ができた時なんです。ですので、その付加価値を大いに大いに自分のものにできるように、3年間楽しく明るく高森高校の生活を送ってください。ますますこれからのですね、皆様のご多幸とご発展をご記念申し上げまして、高森町と南阿蘇村を代表してご挨拶を返させていただきます。本日は入学おめでとうございます。4月8日に行われた高森高校の入学式の様子でした。今年はグローバル探究コースに32名、漫画学科に41名、合計73名の学生が高森高校に入学されました。漫画学科が設立される前は全校生徒で80名弱でしたので、今回の留学生で今までの全校生徒全校生の、ね、数ぐらいになると思います。はい、そして漫画学科はですね、前期と後期 の受験の合計の受験数がですね、80名くらいだったということです。まあ、その半分の生徒がですね、受かってこうやって入学式を迎えられたことになります。漫画学科が設立されて2年目になりますが、飛躍的に受験数も伸びていて、これからが楽しみですね。小野くんは高森中学校を出た後はどちらの方に進学されていかれたんですか？はい、私は福岡の高校に進学していました、うん、そうなんですね、はい、それは、やっぱり剣道か何かで？はい、そうです。はあ、じゃあ剣道では剣道、まあ、剣道頑張っておられたということで、はい、高校の時の成績とかそういうのはどういった感じだったんですか？はい、私の成績は学力が2になったのが一番の最高成績になります。すごいですね。それはかなり自慢していいでことですよね。はい、自慢していいことですね。もう素晴らしいです。まだね、剣道している姿私見たことないんですけど、これからですね、見せていただけますかね。
はい、見せていただいてちょっとわーかっこいいって言ってみたいです、はい、じゃあここは結構剣道ばっかりだったんですかね。はい、じゃあなんかこう福岡での思い出とかないんですか。はい、福岡は遊ぶところがいっぱい、多いので、休日で練習がないときは、チームメイトと一緒に買い物に行ったりしていました、なるほど。こう高森高校とはちょっと真逆なパターンですよね、はい、逆に高森の子たちは漫画を頑張って、高森高校に、ね、来られた漫画学科の子たちは漫画を頑張りたいということで来られて、ちょっと休日ですね、なかなか行くところが少ないかもしれませんけども、ね、やっぱりその時間も漫画とか、またそうですね、少し軟鉄を使って、まあ、出れば街に出ることもできますので、高森の自然とか、そうですね、熊本県をですね楽しんでいただけたら嬉しいです。高森高校に入学された皆さん、おめでとうございます。はい、高校に伺うことが私多いので、お会いすることも多いと思います。仲良くしてくださいね。はい、それでは4月20日から5月3日までの行事予定をお知らせします。放送が始まった4月20日21日は牛深ハイヤ祭りで、ちょうど今頃踊ってるところかもしれません。はい、4月27日は先ほども話題となった高森高校の体育祭です。去年は秋に行われていましたが、今年は春に行って、みんなが早く仲良くなって学校全体の団結力を高めたいというふうに言われていました。以上、4月20日から5月3日までの行事予定でした。はい、ここからは小野くんの話を聞いていこうと思います。 DPC で働き始めてまだ2週間とちょっとなんですけども、現在の仕事内容を教えてください。はい、私は今、編集を行ったり、撮影の手伝いをさせていただいたりなど、今勉強をさせている最中です。ありがとうございます。はい、勉強していただいております。どうですか、編集はどんな感じですか。大変ですけど、やっぱこのできた時には達成感があって、面白い仕事だなと思っています、そうですよね、はい、私は一日何個作ったって思うと、今日は頑張ったなって思って達成感が感じられます。それと撮影もですね、結構そうですね、行ってもらったのが式典とかが多かったかなと思うんですけど、はい、入学式とか出発式とかだったかなと思うんですが、はい、どうでした、雰囲気的なもので。そんな堅苦しいこともなく、とても楽しい雰囲気でやれているので、はい、よかったです。GPC ね、意外と仲いいんですよね、はい、今ちょっと言わせた感じがございましたが、はい、意外と仲がいいんです、はい、なので楽しくやっております。じゃあ、どう、小野くんは、はい、まあ、さっきも聞きましたが、趣味がね、趣味っていうか、まあ、剣道をしてるということなんですが、はい、他に趣味とかはありますか。はい、私の趣味は、ワンピースの漫画を全巻集めることと、体を動かすことが好きなんです。好きなんで、最近は、月回り公園に行って、友達とキャッチボールをしたりしました。おお、なるほど。月回り公園までは車で行くわけね。はい、なるほど。でも体を動かすことが好きということなので、とっても非常に助かっております。はい、私たちもね、仕事柄体を動かすことがとても多いので、はい、日頃から鍛えてね、はい、頑張ってもらいたいなと、はい、でちょっと多分見ておられる方も、まあ、と思うと思うんですが、若いなと思われると思うんですけど、今年はいくつかをちょっと言ってみてください。はい、今は19ですが、今年の10月で20歳になります。先日出ていただいたですね、浜崎くんも、まあ、20代前半ということでお若いんですが、小野くんも19歳で TPC ですね、もう大きく若返りをしております。きっとですね、いろいろね、
いろんな案を出していただいてですね、はい、面白い番組が、ね、できるんじゃないかなと期待しています。じゃあ、最後にですね、はい、まあ、これからの、まあ、意気込みというか、はい、こんなことで頑張りたいということがあったら教えてください。はい、私は失敗を恐れずいろんなことに挑戦して頑張りたいと思っています。またこの機会を通じて、先を見据えて行動できるような人になりたいと思います。よろしくお願いします。素晴らしい。どっかになんかカンニングがされてるんじゃないかなというぐらいにちょっと素晴らしい答えが出ました。はい、もうね、大事なことです。先を見据えて頑張るね、はい、先を見据えるということはとても大事なことなの で、はい、で TPC はですね、もう撮影するというのは本当に先を読まないと撮影ってできないので、はい、次この人がどうするんだろうって撮りながら考えないといけないので、やっぱりそこはですね大事なところなので頑張っていただきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、TPC ですね、先ほども言いましたけども4月から、小野くんと浜崎くんを迎えて一気に若返りリフレッシュしております。今はですね、まだ仕事を覚えてもらってる途中なんですけども、これからいろんな番組を企画してもらって作ってもらおうと思っていますので楽しみにしてください。ではそれではですね、また来週お楽しみにしてください。町からのお知らせの時間です。高森町の行政情報やイベント情報などを各担当課から分かりやすくご説明いたします。大切なお知らせがたくさんございますので、ぜひご覧ください。今週のお知らせはこちらです。今週の町からのお知らせは、生活環境課から今週のゴミ出し日について4月21日から4月27日まで、大阿蘇環境センター未来館からのお知らせ、建設課から水道廃線届出について、空き家の水道管理について、危険ブロック塀等安全確保支援事業について、政策推進課から消費生活相談室からのお知らせ、外国人観光客受け入れ基盤整備事業補助金について、健康推進課からセット検診予約制のご案内、住民福祉課からパパママ応援子育て安心相談事業について、教育委員会から文化協会研修会の報告、総務課から4月16日発送回覧板について、阿蘇白水温泉瑠璃から営業再開のお知らせ、地域おこし協力隊活動報告、政策推進課から吉本明彦、吉沢美希、ボーシェンよしこ、高森ポイントチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。生活環境課の山田です。今週のゴミ出し日についてお知らせいたします。高森式見上式見地区です。22日月曜日は可燃ごみ、23日火曜日が不燃ごみ、25日木曜日は可燃ごみです。26日金曜日はペットボトルの日になります。草壁、セリ口、菅山、長野春、下切中、八津田地区です。22日月曜日、25日木曜日が可燃ごみです。鶴、野尻、奥谷、河原地区です。23日火曜日は可燃ごみ、24日水曜日は不燃ごみほか、26日金曜日は可燃ごみになります。
可燃ごみは黄色の袋、瓶缶、ペットボトル、衣類は透明で緑文字の袋、不燃ごみは青色の袋になりますので、色を守って収集に出してください。ごみは分別して決められた日に出しましょう。ごみ出し日や分別の仕方はホームページや TPC データ放送でも確認できますので、よろしくお願いいたします。生活環境課からのお知らせでした。高森ポイントチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。生活環境課の山田です。大阿蘇環境センター未来館からの、お知らせということで、すでにですね、住民の皆様には、回覧を、配布、しております。ゴミの排出方法について、2点ほど、お知らせをいたします。まず、1点目は、事業所から、排出されるゴミはどのように、処理を、しておりますかということなんですけど、事業所から、排出される、事業系のゴミの処分方法についてお知らせいたします。まずですね、事業所とは、電気店、旅館、飲食店、工場、農業などがあります。物の、生産販売や、サービスの提供などの、業を営んでいるところは、事業所になります。ゴミ、事業系の、ゴミは、家庭ゴミではありませんので、家庭ゴミの、収集ステーションに、出すことはできませんので、よろしくお願いいたします。まず、一つ目、許可を受けた、一般廃棄物収集、運搬業者に、委託をするということです。それぞれの、事業所が、収集運搬の許可を持っている事業所と委託契約してですね、ゴミを、排出するという方法になります。2点目は、自ら、ゴミを南部中継基地の方に、持ち込むということになります。その際にはですね、ゴミの、処理手数料は、10キロごとに、100円手数料が、かかります。処理手数料がかかりますので、よろしくお願いいたします。ゴミ出しのルールがですね、守れない場合等はですね、持ち込みをお断りする場合がございますのでですね、分別のルールをしっかり、守っていただいて持ち込むようにお願いいたします。持ち込みが、できるゴミとしましてですね、まず、可燃ゴミ、紙類や、残飯類ですね、まあ、そういったものは持ち込めます。でこれもしっかりですね、可燃、指定の袋に、入れてからですね、持ち込んでいただきますようお願いいたします。持ち込む際にはですね、必ず、業務用の、指定ごみ袋、緑色のですね、業務用の袋が、販売しておりますので、それに入れてですね、分別をして持ち込んでいただきますようお願いいたします。続きまして、飲食用の、瓶缶類になります。瓶と缶は、一緒に入れて構いませんので、これも、青色のですね、業務用の、袋に入れてから持ち込みをお願いいたします。あと最後にですね、飲料用 の、ペットボトルになります。こちらもですね、同様、緑色の袋に入れてからですね、業務用の袋に入れてから持ち込んでいただきますようにお願いいたします。また、段ボール、新聞、雑誌などは、可燃ごみには排出されませんので、リサイクル等に、回していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。先ほども、申し上げましたように、ごみ出しのルールが守れない場合はですね、持ち込みをお断りする場合がございますので、ご注意ください。続きまして、収集で集まられたごみが、ちょっと正しく、分別されて いなかった事例をですね、数点、ご報告いたしたいと思います。この、下の、写真、この写真ですね、写真は令和5年9月にですね、燃えるゴミの中に、鉄製のハンマーが、入っていたことでですね、破砕機の刃が破損してですね、破損したものになります。鉄製のハンマーはですね、不燃ゴミになりますのでですね、
必ずですね不燃ごみ青色の袋に入れてから出していただきますように、お願いをいたします。続きましてもう一つの事例を、挙げます。令和5年、11月にですね、不燃ごみの、手選別を作業をしている時にですね、発火した状態で見つかった乾電池になります。乾電池の方はですね、南部中継基地に直接持ち込むか、各役場出張所に、持っていくかになります。青色の、袋で、捨てるということは、分別のルールに違反しますので、必ずですね、南部中継基地か、各役場そして出張所に、持ってきていただきますようお願いいたします。あとですねもう一つ、役場また、南部中継基地の方に直接持っていくものとしてですね、蛍光管の方があります。蛍光管もですね青色の袋に、入れて出さないよう、よろしくお願いいたします。ゴミの、分別に関するお問い合わせはですね、生活環境課、62-2225または、南部中継基地のですね 62-0719 に、お問い合わせをください。生活環境課からのお知らせでした。建設課水道係から閉船届出についてお知らせします。転出や転居などにより水道を止める際は役場水道係まで来ていただきまして閉船の手続きが必要です。この手続きをされませんと水道使用料が発生し続けますので必ず手続きをお願いいたします。手続きは野尻草壁両出張所でも可能です。手続きの流れは次の通りです。役場水道係まで来ていただきまして使用廃止届出書に届出人の住所氏名連絡先使用廃止する場所の住所名義人の氏名転出先の住所水道をやめたい日を記入認め印で結構ですので押印していただきます。届出は代理の方でも構いません。その後閉船手数料1000円の納付書を発行しますので閉船手数料1000円を支払っていただいて手続きは終了となります。以上水道係からのお知らせでした。建設課水道係から空き家の水道管理についてお知らせいたします。月に1回しか家の管理に来られないなど空き家を所有されている皆様は家を空けられる際元栓を閉めてください。近年水道管の老朽化に伴い一般家庭でも漏水が頻発しております。特に空き家については漏水の発見が遅れ水道料金が高額になる場合が多くなりますので空き家を所有されている皆様は家を空けられる際元栓を閉めていただきますようお願いいたします。以上水道係からのお知らせでした。建設課住宅係の高崎です。危険ブロック塀等安全確保支援事業についてお知らせします。平成30年6月に大阪府で発生した地震により通学中の児童などが倒壊したブロック塀の下敷きになり亡くなられるといった痛ましい事件がありました。これを受け倒壊の恐れのあるブロック塀などの除去などに関わる費用の補助が全国的に行われています。なお補助の対象となるブロック塀等は次の通りとなっております。通学路または避難路に面しており路面より基礎部を入れた高さ80センチ以上
塀自体の高さ60センチ以上の、町が定める補助金交付要項が定める基準により倒壊の危険性があることが判断できるもの、前述の塀を撤去後に新たな塀を建てる場合は構造が安全なものであることが確認できるもの、所有者に徴税などの未納がないものとなっております。補助対象の是非、補助金額、申請方法などについては必ず建設課住宅係までご相談ください。以上、危険ブロック塀等安全確保支援事業についてのお知らせでした。消費生活相談室からのお知らせです。こんにちは、消費生活相談員の平田です。よろしくお願いします。消費生活相談室は役場1階にあり、担当課は政策推進課になります。消費生活相談室では消費契約に関するトラブルの相談など行っています。相談は毎週月曜日、水曜日、金曜日の午前9時から午後4時までとなります。どうぞ気楽にご相談ください。また相談室では消費者トラブルの対策に役立つ情報などを定期的に提供する予定にしています。後ろをご覧ください。今回は見守り新鮮情報479号、SMS やメールでのフィッシング詐欺に注意が発出されましたので紹介していきます。見守り新鮮情報、 SMS やメールでのフィッシング詐欺に注意。宅配業者名で SMS ショートメッセージサービスが届いた。ちょうど荷物が届く予定だったのでSMS に書かれていた URL をクリックして、記載されていた指示通りに ID やパスワードなどを入力した。しかし、その後11万円を不正利用されていたことが分かった。60歳代の方です。事例2、スマートフォンに ETC カードを更新するようにとのメールが頻繁に入るようになった。所有しているクレジットカード会社発行の ETC カードの手続きが必要なのかと思い、 URL を開いてメールアドレスやパスワード、クレジットカード番号などを入力した。その後カード会社に連絡をすると覚えのない決済があり、1万2000円が使用されていた。70歳代の方です。一言助言としまして、正規のサイトからアクセスしようです。実在する組織をかたる SMS やメールを送信し、 ID やパスワード、暗証番号、クレジットカード番号などを、個人情報を搾取した上、クレジットカードなどを不正利用するフィッシングに関する相談が多く寄せられています。記載されている URL にはアクセスせず、事前にブックマークした正規のサイトや正規のアプリからアクセスするようにしましょう。フィッシングサイトに個人の情報を入力してしまうと、クレジットカードや個人情報を不正利用される恐れがあります。絶対に入力してはいけません。情報を入力してしまったら、同じ ID やパスワードなどを使っているサービスを含め、すぐに変更し、クレジットカード会社や金融機関などに連絡しましょう。
ID やパスワードなどの使い回しを避けることで被害の拡大を防ぐことができます。次はそのフィッシング対策のチェックリストを紹介します。その URL のクリック、ちょっと待って。 SMS やメールでのフィッシング詐欺の相談が依然高水準。事業者や公的機関などの SMS やメールを見るときは、日頃利用している事業者などからでもまずフィッシングを疑う。記載されている URL にはアクセスせず、事前にブックマークした正規のサイトの URL や正規のアプリからアクセスする。事前のブックマークがない場合や少しでも不安に思う点があれば、事業者などの正規のサイトでフィッシングに関する情報がないか確認する。フィッシングサイトにアクセスしたと気づいたら、ID、パスワード、クレジットカード番号などは絶対に入力しない。フィッシングサイト上のアプリをダウンロードしない。フィッシングサイトに情報を入力してしまったら、同じ ID、パスワードなどを使い回しているサービスを含め、すぐに変更する。クレジットカード会社や金融機関などに連絡する。日頃からの事前対策としまして、セキュリティソフトや携帯電話会社の対策サービスなどを活用する。ID、パスワードなどの使い回しをしない。クレジットカードやキャリア決済、インターネットバンキングの利用明細はこまめに確認する。合わせて利用限度額を確認し、必要最低限の金額に設定する。最後になりますが、騙されないでください。還付金詐欺などでお金が戻ってくるなどのおいしい話に騙されないでください。また、電話でお金詐欺、オレオレ詐欺などで今すぐにお金が必要など言って考える時間を与えず、慌てさせる話に騙されないでください。相手は騙しのプロです。大切なお金を支払う前に、必ず誰かに相談することを絶対にしてください。被害に遭わないためにも、被害を取り戻すためにも、早い相談が大事です。相談室ではどんな相談でも受けています。また、こんな怪しいメールが来た、怪しいハガキが届いたなどの情報提供もよろしくお願いします。相談はいつでもいいですが、役場が休みの日、土曜、日曜、祝日など相談担当職員がいない場合があります。このような時、急いでいる時、また役場の電話番号がわからない時など、局番などなく3桁の188いやいやをダイヤルしてください。高森町の消費生活相談室は、役場代表電話0967-62-1111内線167となります。どうぞ気楽にご相談ください。よろしくお願いします。はい、政策推進課商工観光係本田です。外国人観光客受け入れ基盤整備、事業補助金についてのお知らせです。
今回インバウンド向けに外国人観光客受け入れに対しまして外国語表記等の整備など新たに取り組む事業者の初期投資の一部を助成します。対象者及び対象施設、町内における宿泊施設、観光施設、飲食施設、その他外国人観光客が観光目的で利用できる施設を有する民間企業等、また個人事業主のうち高森観光推進機構、また高森商工会会員で徴税の滞納のない方に限ります。補助率及び補助額限度額は、補助率、補助対象経費の2分の1以内、補助上限額20万円。主に対象となる事業は、施設内の Wi-Fi 設備、施設内の案内表示の多言語化、クレジットカード等の決済端末の整備、翻訳機の設置などです。募集期間は令和6年9月30日になります。詳しくは政策推進課商工観光係までよろしくお願いします。以上、外国人観光客受け入れ基盤整備事業補助金についてのお知らせでした。健康推進課佐藤です。本日はセット検診、予約制のセット検診についてのご案内をさせていただきます。最初に高森町の検診についての現状についてお伝えいたします。まず高森町の特定検診受診率を示しています。特定検診とは、身長、体重、腹囲、血糖やコレステロールなどの血液検査で生活習慣病のリスクがないかなどを総合的に調べる検査になっています。対象年齢は40歳から74歳の方になります。特定検診の受診率の目標は 60% とされていますが、高森町の令和4年度の全体の特定検診の受診率は 54.5% でした。40歳50歳の若い世代の方の受診率が町の全体の平均よりも低い状況にありまして、40歳、50歳代の受診者の数が増えると目標の 60% に大きく近づくという状況になっています。次に、町の健康についての現状で特徴的なのがメタボリックシンドロームが増えているということになります。メタボという言葉はよく知っている方も多いかもしれませんが、内臓脂肪の蓄積、これは腹囲で見ますけれども、あと高血圧、高血糖、脂質異常のうち2つ以上の項目が当てはまる状態のことを言います。平成30年から令和4年を比較すると、19.9% から 22.2% と増加をしています。現状5人に1人がメタボの状態であるというところになります。またその中でも3項目、血圧、糖、脂質の危険因子3つすべて当てはまるという方が増えている現状にあります。次に医療費に関してです。脳血管疾患の医療費が増えているというところになります。平成30年から令和4年を比較すると、高森町全体の医療費割合は減少傾向にあるのですが、脳血管疾患、脳梗塞とか脳出血になりますけれども、それに占める割合というのは増加している形になります。先ほども言いました脳血管疾患は脳梗塞、脳出血などになりますが、個人の発症状況とか、病状によって違いは出ますが、病気そのものの治療と麻痺などの出現でその後のリハビリ、介護などで、ご本人そしてご家族にも、金銭面と身体面での大きな負担がかかっているというところになります。でそうならないためにも、検診を受けて、高血圧、高血糖、脂質異常などの生活習慣予防
をすることがとても大切になっていきます。次にがん検視についてもお話しさせていただきます。グラフは、がんの5年生存率について示しています。がんは早期に発見すればするほど治癒する可能性が高くなると言われています。グラフを見ていただくと、グラフのオレンジ色が、早期がんです。早期の状態で治療すれば 85% 以上、ほぼ 100% に近い状態で、5年後も生存できるという状況です。しかし青のグラフを見ていただくと分かるように、進行がん、こちらではステージ4というところですけれども、では5年後の生存率はかなり低くなっています。グラフからも見て分かるように、早期がんと進行がんとではこれほど大きな差が出てくるというところになっていますので、がん検診に関しても定期的に受けて早期発見、早期治療を受けることがとても大切になります。病気の早期発見、早期治療のためには検診が大切ですというところをお伝えしました。6月からですね、各地区で集団検診を予定していますけれども、それに先立って予約制のセット検診のご案内をさせていただきます。セット検診は特定検診と肺がん検診、レントゲンになりますと大腸がん、検便検査と腹部エコーがセットになって、自己負担1000円で、受けることができるとてもお得な検診になっています。日程は6月9日、日曜日、場所は、高森総合センターで、対象の方は、年度末年齢が40歳から74歳の国民健康保険に加入している方が対象になってきます。先ほどお伝えした肺がん、大腸がん、腹部エコーの検査を、セットで受けるというところがこの検査の条件にはなりますが、オプションで胃がん検診、バリウムの検査です、あとは前立腺がんの検査と乳がん、子宮頸がんと骨粗しょう症の検査をつけることもできます。こちらは予約時間を設けておりまして、7時半から10時半までの枠で、30分刻みでご希望の時間にご案内するという形になります。予約は電話もしくはメール、またはこちらのセット検診、住民検診対象の方には、ご案内のハガキも郵送しておりますので、それに返信していただくと、予約の受付をさせていただく形になります。予約の申し込みは4月22日から5月2日までになります。先着130名で受け付けていますので、130名に到達次第受付の方は終了させていただきます。広報4月号の方にも内容を掲載していますので、そちらの方も合わせてご確認をお願いいたします。特定検診、あとがん検診をお得にできる、お得にですね、検査を受けることができるセット検診で、自分の健康状態を把握し、早期発見、早期治療につなげていきましょう。予約の申し込み、ご不明な点などありましたら、下記までご連絡ください。以上、セット検診の説明、ご案内をさせていただきます。TPC をご覧の皆様、こんにちは。住民福祉課子ども未来係の楠田です。住民福祉課からパパママ応援、子育て安心、医療相談事業についてお知らせします。高森町では子育て安心医療相談事業として令和5年10月から試験的に導入していた、妊娠や出産、子育てに関して産婦人科医や小児科医、助産師などの専門家に専用サイトや LINE で気軽に相談できるサービス、産婦人科小児科オンラインを令和6年度から本格的に導入します。利用対象者は高森町にお住まいの方であれば誰でも利用することができます。サービスの利用料は無料です。ただし通信料等は利用者の負担となります。
相談内容としては、例えば子どもの肌荒れがなかなか良くならないがどうしたらいいか、妊娠してから便秘や腰痛がつらいので改善策や使える薬を知りたい、母乳が足りているか心配だがミルクは追加で必要なのかなど、妊娠・子育てに関することについて相談することができます。次に相談方法についてご説明します。産婦人科・小児科オンラインでは相談方法が3つあります。1つ目はいつでも相談です。こちらは毎日24時間専用サイトから質問を受け付けています。写真を添付して相談することも可能です。原則24時間以内に医師や助産師から回答が届きます。次に夜間相談です。平日の18時から22時の間に1枠10分の予約制で医師や助産師に直接相談することができます。相談開始時間の15分前まで予約することが可能です。 LINE のチャットや動画通話等でリアルタイムに相談することができます。最後の日中助産師相談では、月曜日、水曜日、金曜日の13時から17時の間に予約なしで助産師と LINE で相談することができます。その他、医療記事配信、オンラインライブ配信、産後うつフォローのサービスも利用することができます。次に利用方法について説明します。産婦人科・小児科オンラインは事前に会員登録が必要になります。登録には合言葉が必要です。合言葉は住民福祉課で配布しているチラシをご確認いただくか、住民福祉課子ども未来係までお尋ねください。パパママ応援子育て安心医療相談事業に関するお問い合わせは住民福祉課子ども未来係までお願いします。電話番号は 0967-62-2911、 ファックスは 0967-62-3005 になります。以上、住民福祉課からパパママ応援子育て安心医療相談事業についてのお知らせでした。高森町の皆様こんにちは、高森町文化協会の内田でございます。今日はですね、高森町の文化活動の現状と必要性について少しお話をしたいと思い、やってきました。コロナ禍で中断してしまいました高森町文化協会の文化活動は、昨年の音楽祭とスマイルフェスタにより復活いたしましたが、一方で昨年は絵画ファンに惜しまれながら30年の歴史に幕を下ろした大阿蘇絵画展や、これも歴史ある菜の花区会がなどが、やはり高齢化の理由で協会から名前が消え寂しくなりました。現在は生け花やお茶、書道、写真クラブに音楽など13部会の会員がそれぞれの場所で活動していますが、今年も11月3日の文化の日に合わせて音楽祭とスマイルフェスタで合同作品展を開催する予定であります。私たち文化協会では、以前にも増して文化活動を活性化するにはどうしたらいいのかと、検討を重ねてまいりましたが、まずは今現在の会員さんたちとの
融和と親睦を図るのが先ではないかと考え、研修旅行を計画したのであります。先々月2月20日、早速研修旅行を実行したのですが、タイムリーな研修場所として選定したのが今年に7月新千円札が発行される小国町の北里柴三郎記念館と、同じ小国町にあります坂本全蔵美術館に、昨年末、熊本地震から復興したばかりの阿蘇神社参拝で観光バスを仕立てて無理のない日帰り旅行にしました。行きはまずこれまた熊本地震から見事に復旧復興を遂げました南阿蘇鉄道を応援しようと、高森駅からレールバスを利用して立野駅まで行き、立野駅前から観光バスで出発したのであります。私たち高森町文化協会は15年前、奈良興福寺の創建1300年記念国宝阿修羅展が太宰府の九州国立博物館で開催されましたので研修旅行に出かけましたが、今回はそれ以来の研修旅行ということで不慣れなところもありましたが、復興を遂げた南鉄の利用や阿蘇神社、話題の北里柴三郎記念館の訪問などタイムリーで有意義な旅行であったと感じております。私はかねがね、人間が心豊かに生きていくには衣食住はもちろんあらゆる文化も必要なものと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。この後ポイントチャンネルで、旅行の模様を VTR に、まとめていただきましたので映像を見ていただきたいと思います。それでは、どうぞ。柴三郎の生い立ちなどが分かる映画がありますので、30分おきにあるそうですので、皆さんと見たいと思います。てくださいました。こんな山の中で貸し借りのできる図書館としてですね、柴三郎先生司書も置いてくださったんです。そして熊本県立図書館の次に冊数の多い図書館で、
着物に。ああ、してやらずね。あ、で、了解しました。では、中古芝お願いします。2つ1は2、はい、もう一枚いきます。7月にあの新札が、1万円札と5000円札と1000円札が出ます。でその中で1000円札に北里柴三郎さんが選ばれましたんで、私は本当にあの良かったと思います。来年もあの研修旅行しますので、ぜひ皆さん、健康に、過ごしていただきたいと思います。総務課総務係の田上です。4月16日発送の組み替え欄1件についてお知らせします。農林政策課から令和6年度緑の募金活動の実施についての組み替え欄です。本運動は森を守り育てる取り組みを行うため、1世帯につき緑の羽1本100円の募金をお願いするものです。募金については駐在嘱託員または地区役員の方へお渡しいただきますようお願いいたします。以上、回覧についてのご案内でした。次の回覧は5月7日火曜日を予定しています。こんにちは。政策推進課で地域保守協力隊の活動を行っています吉本です。本日は令和5年度の活動報告をさせていただきます。私が所属している高森観光推進機構は、政策推進課の商工観光係と連携し、旅行商品の企画運営、町の特産品造成や物販による高森町のアピールに加え、イベントの運営、町の事業者の皆様への補助金等の情報提供と申請サポートを行っています。それでは私自身の活動を含め機構の取り組みの報告をさせていただきます。本年度の活動としては、主に組織の運営と収益管理、会計処理業務と主に内務に携わってきました。まず組織運営についての活動は、観光サービス事業として観光客の二次交通手段の一助となる電動バイク、電動キックボードのレンタルを行っています。もう一つは街中散策やグルメに関するマップを機構で作成し、それをもとにそれぞれの観光案内を行っています。次に物販については、町内の事業者による高森町の特産品をメインに約90品目の品揃えで観光土産等の販売を行っています。また上式見熊野田神社の御朱印の住所として御朱印絵馬の取り扱いを行っています。これらの活動により高森町に来られた観光客の満足度の向上を図り、リピーター増加策の一端を担ってまいりました。またふるさと納税返礼品についても、従来の宿泊クーポンに加えキャンプ用品、アニメグッズを展開しました。続いてイベントの運営については、機構メンバー全員による活動として、町や県と連携によるイベントの企画運営を行いました。また地域団体との連携でスタンプラリー等の運営や各地域でのマルシェへの出展を行いました。それと本年度のトピックとして、町の施策として高森町生活応援商品券事業の事務局を担当し、町民への案内、参加事業者への事業展開と申請受付、
換金業務実績集計を担いました。これらの取り組みの結果として、令和5年度の取り組み状況を実績ベースで表すと、4月2月のまでの実績ですが、売上で1120万円、収益粗利ベースですが778万円、このうち売上ベースで物販が656万円で 53% を占めています。あとイベント企画で 19%、その他それぞれ 10% ずつの割合となっています。次に、内部業務として、観光サービス物販イベント企画自治体連携業務での収益アイテムごとの月次集計による収益管理と固定費変動費の月次集計による経費管理を行っています。また会計処理を担って帳簿に基づく収入支出の会計管理を行ってまいりました。以上、これで令和5年度の吉本の活動報告を終了いたします。ありがとうございました。こんにちは。政策推進課商工観光係所属の地域おこし協力隊吉澤美希と申します。令和5年度の活動報告をさせていただきます。私は高森駅前の観光推進機構に所属し業務に携わっております。観光推進機構の業務は様々ですが、本年度は南阿蘇鉄道の全線再開という一大イベントもありましたので、従来よりさらに多岐にわたった業務を行いました。4月から時系列で報告したいと思います。4月から6月は主に電動キックボードのガイドツアーを実施しました。昨年度に環境省の補助事業として立ち上げたプロジェクトの実践という位置づけです。場所は南阿蘇ビジターセンター野草園内の規定のコース、休暇村とビジターセンターのスタッフの皆様にご協力いただきながらの実施でした。皆様本当にご協力ありがとうございました。参加いただいたお客様はおおむね好評でしたが、人員確保の難しさがあり6月で一旦終了。それ以降は駅前の観光推進機構で時間貸しに移行しております。5月6月は並行して南阿蘇鉄道の全線開通にちなんだ業務も行いました。7月15日当日イベントの出展者の調整、それから駅弁の開発です。駅弁ではパッケージデザインを担当し、10月末までのほぼ毎週末高森駅で販売しました。ご協力いただいたカモンさん、お食事どころなりさん、グリルド加藤さん、ありがとうございました。7月8月は非常にお客様が多く、観光推進機構も常に人でにぎわっている状態で、接客や観光案内に全力を投じました。9月10月秋の行楽シーズンを前に宿泊に関するお問い合わせが相次ぎましたので、宿泊事業者の皆様向けにアンケートを実施し、横の連携をスムーズにするためにグループ LINE を開設しました。また飲食店からの要望で、忙しいランチタイムなどの時間にお客様に観光情報などを聞かれて対応しきれないことがあるという相談がありましたので、こういった観光推進機構のステッカーを制作しました。レジ横や入り口付近に貼っていただくとお客様を誘導しやすいかと思います。お役立ていただけましたら嬉しいです。順次配布中ですが、ご希望の方は高森観光推進機構までお願いいたします。事業者の皆様につきましては、引き続きアイデアや要望がありましたら遠慮なくお寄せください。11月以降は12月1日から始まった高森町生活応援商品券事業の業務に携わりました。その合間に市内のビプレス広場でのマルシェ出店、レンタル傘プロジェクトの立ち上げも行いました。このレンタル傘プロジェクトは駅前の案内所機能を活用すべくスタートしたものです。雨が多く紫外線も強い高森町をノーストレスで周遊していただきたいという思いで、晴雨兼用の傘を20本準備しました。またワンピースファン、コミックやアニメファンの来訪も後押しできればと、コミック柄の傘も約20本準備しています。
思わず写真を撮りたくなるような面白いデザインのものを揃えていますので、 SNS や口コミで話題が広がればと思っています。レンタルは4月から開始予定です。以上、今年度の活動報告を終わります。最後に、今年度いっぱいで協力隊を卒業することになりましたので、この場を借りてご挨拶させてください。2022年度、2023年度と大変お世話になりました。こちらでの経験を生かして新天地でも頑張りたいと思います。本当にありがとうございました。こんにちは、坊仙よし子と申します。本日は、令和5年度地域おこし協力隊の活動報告をさせていただきます。私が所属している高森観光推進機構での取り組みの報告をさせていただきます。今年は主に機構での組織運営、観光コーディネーター関連の業務、そして英語での観光業務に携わりました。観光サービス事業ではレンタサイクルやキックボードの貸し出し、あとは街中散策マップ、グルメマップによる観光案内、そして上式見熊野座神社の御朱印授与所となっております。物販の販売を携わりました。また全線開通の時などイベントの運営も関わりました。あと高森高校のオープンスクールの業務委託の内容では、7月に学生さんが高森の観光資源について学ばれ、そしてオープンスクールの翌日に参加者に高校生が観光案内をするという取り組みのサポートをさせていただきました。また町民の方々を観光コーディネーターとして養成するという事業の委託では、今年度4つの講座を受講した方が観光コーディネーターに11名の方が任命されました。また継続活動、この観光コーディネーターになられた方の継続活動として去年取り組みがございますのでご報告します。全線開通に向けて の駅前散策マップを有志の方が集まり作成しました。そして出来上がった散策ガイドは駅に降り立った方には大好評で、今よく利用されてます。でこのマップを使ったガイドも観光コーディネーターの方と行いました。来年度の継続活動もただいまこのコーディネーターの方と活動を続けておりますので、どうぞこれからもご期待ください。最後に英語での観光業務も行いました。公益財団の阿蘇デザインセンターの主催で一緒に英語版の高森駅前散策マップを作成し、それに伴って駅前散策の英語ガイドツアーも作成しました。活動1年を無事に終了することができました。どうもご協力ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。熊本の公式健康アプリが登場。毎日歩いてポイントゲット、貯めて豪華商品サービスを当てよう。もっとポイントを獲得しよう。ウォーキングやイベントをクリアしポイントを獲得しよう。さらにランクアップで得点が豪華になる。今すぐダウンロード。